お久しぶりです。その説はあなたのおかげ。私も二人きりになれるよう手は回しておきましたから、よろしくお願いします。はい、私と二人で攻防、お気遣いは無用です。もろもろの準備もお任せ。では、はい、よろしくお願いします。私、それは変わりません。ですから、あなたと今日は付き合ってくださいますね。支度は済ませてきました。落ち着きましょう。支度は済ませてきました。さて、一緒に光合成する前に、では早速。お召し物は自分で脱げますよね。よければ手伝いますが。いいえ、お構いなく。実を言うと、少し緊張しています。場合によってはですが、長く付き合っていただくこと。嬉しいです。私はこういったことに疎いので、一度あなたと船渡家の立場を超えて、それが私の偽らざる気持ちです。少し硬すぎましたね。こうして直に触れ合うのですから、構えず気楽にしてくださって結構。改めてよろしくお願いしますね。楽にしてください。光合成を楽しみましょう。私も楽しみます。私ったら、いざとなると何も話せませんね。あなたと出会ってから自己紹介もままなりませんでしたから。いえ、多分最初はどうでもよかったのです。ずっと私にとってノリオ様が全てでした。あなたのことを知りたくなった。気になって仕方がなくなりました。あなたが大変食欲旺盛なこと、そしてとても優しい。私、それ以外のことを知りません。だから聞きたかったのです。でも、ありがとうございます。一緒に考えましょう。私、あなたのことが興味があること、郷里の町のこと、ガウナとの戦いが終わったら、それと私のこと、あなたの話をもっと近くで。眠いようでしたらこちらに。もっと近くに。私の目を見てください。そろそろ時間ですね。楽しい時間はあっという間です。光合成はおしまいです。これからも私はノリオ様のために、私のすべてをノリオ様のために使います。それが私の生まれてきた理由。あなたとこうして光合成をすることも多くはできません。でもいつかガウナとの戦いが終わり、平和が訪れた時は、一つだけわがままを聞いてください。私に少しだけ分けてくれませんか。あと少し一緒にいたいんです。今だけは。